吉田さん、ポイントサイトにしてもセルフバックにしてもその他の稼ぎ方にしても一人でやると行き詰まった時にそこで終わっちゃう可能性が高いんですよね。だからあのコンダクターですよね、案内人がいた方が成功の確率は高まります。例えば自分の売上の 10% とか20万円、あ、20% か、10% とか 20% をそのコンダクターの方に差し上げるような前提を持ってしてもそっちの方が絶対いいですよね。いや、私はね、あの、例のヒルズ塾の無料動画の中で見たのが、10万円稼ぐ方法を2万円で売れるかなってことなんですけども、これ買いますよね。10万円稼ぐ方法があって、それを買うと、2万円を払うんだけども、8万円の利材が稼げるわけじゃないですか。しかも2万円払って商品買ってるわけなんで、商品のサポートを受けることができる。例えばそれがセルフバックやポイントサイトであって、私の場合はセルフバックのやり方を19,800円で売りましたけども、その人が5万とか10万稼ぐまではサポートしましたし、それ以上もサポートしましたからね。そうなると購入した方の満足度が高くなって、次の商品も買っていただけるっていうことになると思います。で、今ね、ポイントサイトの、コンサルを何人かの方にしてるんですけども、やっぱりね、やってみたらめんどくさかったっていうので、これは繰り返したくないよねっていう風になっちゃうんですよ。だからといってポイントサイト全体をそう思ったら大間違いで、いや、あなたが感じる簡単なやつに出会っていけばいいじゃないですかって話なんですよね。まあですんで、ポイントサイトの中をカテゴリー分けして、あなたにだったらこれがいいんじゃないかなっていうのをもう探していくってことを、まあ二人三脚でやってるって感じです。いってらっしゃい。